ジャン君、おはようございます。もうすでに午前中は過ぎて昼になってます。午前中はクロケンパパはいつもの血圧の病院に行ってきました。そして帰ってきて今ギターの練習をして、今日はお昼1時半から近所の、友人がやっているスタジオで練習です。2人のおじさんで歌うという、今までにない新しいパターンをやります。少年時代とか蛍とか、何やらかんやら歌いますということで、ジャン君またお留守番ですけどね、なんですけどね、ねえ、なになに、はいはい、聞いてないよって言ってます。そんなの聞いてないよ。はい、小雨降る中ですが、今日はこれからスタジオ入りです。なんかスタジオ入りなんてかっこいいね。こっちに引っ越してから初めてなんですけど、じゃん。うん。